ああやって声かけながらスパイカーの表情とか今日の調子とかそういうの。すいません、俺引っかかってばっかで。まあ、あの神谷ソックを捕まえるときより崖っぷちに追い込まれたときにパフォーマンスを落とさないメンタルの強さ、紛れもないエース。よく見てたな。わたっす。やっぱお前とは友達になりたくねえな。え、なんで？弱みとか握られそうじゃん。なあ。わかるわかる。見ちゃうよな。ああ岩ちゃん、足りない頭使うと頭痛くなるよ。うるせえ。ねえねえ、あの黒い方、なんか最後の方頑張ってたね。及川くん追い詰めたって感じ。うん、解説をするとね。はい。だんだんと自分の首が締まってくように感じる。でも不思議と落ち着いている。理由はきっと目的がはっきりしているからだ。セッターが変わってからレフトを使ってくることが多いな。カラスのレフトはどっちも強力だからな。センター！でもあの10番にちょこまか動かれるよりは戦いやすい。違う違う。いいじゃねえか、どんどん食って栄養にする。それこそカラス。影山、どうした？10番下がって11番が前衛に来ると。金田一に国見ちゃんじゃん。なんか話してる。話聞いてみようっと。てかさ、矢幅さんってさ、すぐ審判に突っかかんない？だと全然タイミングわかんねえよ。はい、落ち着いて。焦ってこっちが崩れてる必要はないよ。一本取り返せば問題ない。ブス。はい、その顔とポーズ腹立つ、やめろ。ひどいな。よし、今はお前が後ろに控えてる。すげえ頼もしい。俺と菅原さんのできることは違えけど。さあ、ヤバさん、女の子の前でめっちゃカッコつけない？やっべ、2万人に見られてるぜ。第一に国見ちゃん、先輩の陰口は良くないな。いや、及川さん、あの、シャッ。そういうのさ、どういう意味だ。一発からの今日だ。やめろ。おい、かわいいじゃねえか。恥ずかしいのかおい。いや、別に。今のはセンター。これはもっと俺が俺が俺がって。やはりな、1セット目の時から気にはなってたんだが、あのリベロ、もともとはそのおかげでセッターが役割を果たせない時でもハイレベルな攻撃ができる。必要以上の緊張も気負いもない。ドイツも本来持ってる力を出せている。だからこそじわじわと現れる。完全に釣られた。考えろ。あの、おネギ探してる。あ、どっかにあります。だと思います。うん、それに3年生がいるのに1年が出るなんて普通は無理だし。遠藤さん。はい。でも同じでも、いかない。及川君も、サワのセット落とせば無理。なんかいつか。ドキ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 ド